第35代師団長に着任したのは埼玉県出身で、これまで三重県で第10飛行隊の隊長などを歴任した酒井秀則陸将です。酒井新師団長は、今日本が置かれている国際情勢や南海トラフ地震への備えなどに言及し、国民の期待が高まっていることを全員が認識し、訓練に励み期待に応えていくことが大切だと述べました。また隊員の働き方の改善について、隊員の自信や誇りにつなげるために風通しの良い組織を作っていきたいとしています。